はいどうも、社長エビでございます。今日はですね、朝からね雪が、ちらちら降ってまして、さすがにね、ちょっとバイクに乗ってツーリング、バイク調校するにはね、寒すぎるということで、バイクのリアボックスをね今ちょっと左右に1本ずつ、ロッドがね詰めるようにしてあるんですけど、こういうね姉妹寸がね60センチぐらいの振り出しロッドを持って釣りに行くんですが、それをね左右じゃなくて片方にね2本、詰めるようにしたいということで、これねダイソーの自転車用傘ホルダー、これをちょっとね使って、片方に2本竿が乗せれるようにね、ちょっと加工してみたいと思います。それではスタート。寒い。今はねこんな感じで、左側から右側ね、左右にね1本ずつリアボックスにつけれるようになっとるんだけど、これをねこっち側に、2本こう並べたいわけですよね。それをねちょっと加工していこうと思います。つけてるやつをとりあえず1回外しましょう。ね、寒すぎてね手が思うように動かんっていうね。よいしょ、手がかじかんでまともに動かんのだけど、よし、外しました。で、外したらね、これちょっと一回失敗した穴があって、穴がボコボコ開いとるんだけど、これをね、ちょっとね、パテで埋めていきます。はい、これをね、ダイソーで買ってきました。これでいけるんかな、壁の穴埋めパテ。まあ、穴を塞ぐだけなんで、なんでもいいんじゃないかなと思って買ってきました。はい、こんな感じでね、ちょっと一旦穴を埋めまして、で、まあこれ乾いたらね、ちょっと、余分なとこを削って、必要なら、まあ目立つんでね、ちょっとスプレーをかけとこうかなと思います。さあ、じゃあまずね、上側の方からつけていきます。これね、電動ドリルで、位置を決めたとこに穴を開けて、立てます。
で次はこれ、これね、傘ホルダー、傘ホルダーのこのパーツだけをねちょっと使いたい。これをね、まあここにこうつける、こんな感じで、ちょっとね長いんで、下半分ぐらいをねカットしてここにつけると。いや何がいけんって、とにかくねバチ寒いわ、とにかく寒い。もうね作業する日じゃないね、風は強いし。サンドペーパーでとりあえずバリを削って、でそっからつけましょうかね。もうね手がねかじかんで動かん。とりあえず2個こんな感じでつきました。ロッドをねちょっと入れてみましょうかね。よいしょ、おっいいね、おいいじゃん、いいよ、ほらどうよ、いいじゃないですかこれね。これで2本が左側にね、うまいことこれ装着できたんじゃないですかね。はい、こんな感じで左側に2本、そして右側にも1本、計3本ね、バイクにボックスにね詰めるようになりました。でちなみにねこのベイトロッドなんだけど、これに関してはねボックスの中にすっぽりね入ってしまうんで、こうなるとこれを含めて、左に2本、右に1本ね、計4本バイクに詰めるようになりますね。さあというわけでね、無事ロッドホルダーをバイクにつけることができました。
これで釣りの幅がね、バイクでの釣りの幅が広がるんじゃないかと思います。以上、バイクのリアボックスにロッドホルダーをつけてみようの回でした。ではまた。